光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。大島茂則です。私の担当する今週は聖書のルカ福音書7章から学んでいきたいと思います。今週の箇所には信仰が揺らいだ洗礼者ヨハネが出てきます。洗礼者ヨハネとはかつてイエス・キリストについて、私は水であなた方にバプテスマを授けています、しかし私よりもさらに力のある方がおいでになります、私などはその方の靴の紐を解く値打ちもありませんと言ってきました。しかしこの時ヨハネは国王ヘロデと王妃ヘロデアの行った悪事を明らかにし、彼らを責めたことで牢に閉じ込められていました。その牢にヨハネの弟子たちが訪ねていて、イエス様がなさった奇跡や癒しや平地の説教でイエス様がお語りになったこと、敵意むき出しの律法学者たちとの激しいやり取りを報告しました。するとヨハネは弟子の中から二人を呼び寄せてイエス様のもとに送り、おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは他の方を待つべきでしょうかと言わせたとあります。おいでになるはずの方とはメシア、救い主を指します。旧約聖書が約束したメシア・キリストこそイエス・キリストのことだとヨハネは語ってきました。しかし牢の中で彼の心が揺れたのです。確かめたいと思いました。ある人は一度信仰を持ったら揺れることなどないと言います。しかし人間の心はいつになっても揺れますし揺さぶられます。この時ヨハネは牢の中にいました。彼は自分の今までの人生を牢の中で考えたのだと思います。本当に自分の人生はこれで良かったのか。ヨハネは信仰そのものを失ったのではないと思います。しかし迷いが生じた、疑いが生まれたのです。ヨハネはこの後しばらくして首を切られて死ぬこととなります。自分はいつ殺されるかわからないと思う状況の中で、
自分の人生で語ってきた旧約聖書の救い主とはイエス・キリストのことであったのか、その信仰が揺らいだのです。このラジオをお聞きの皆さんの中には、教会に行くと固く信仰を持っているように見える人たちがいる、自分は到底あの人たちのようになることはできないと思われることがあるかもしれません。しかしクリスチャンになっても揺れるんです。今週、信仰者たちの揺れについてご一緒に考えていきたいと思います。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。大島重則です。私の担当する今週は聖書のルカ福音書7章から学んでいます。今週の箇所には信仰が揺らいだ洗礼者ヨハネが出てきます。ヨハネは敬虔な信仰者の家庭で育ちました。父ザカリアと母エリサベツの信仰を受け継ぎ、一方で父親から当然受け継ぐべき祭司の職業を捨てて荒野に出て行ったヨハネでした。やがてエッセネ派と呼ばれる信仰の強者たちの中に加わり、荒野で悔い改めを叫ぶ人生を選んだのです。さらに国王ヘロデの罪を明らかにし、神の言葉を述べ伝えることを選び取ったヨハネの人生でした。それもこれも神様の道を用意して、神の道をまっすぐにせよという自分自身の預言者としての生き方を貫いてきたのです。するとヨハネに聞こえてきたのはイエス様の報告でした。ヨハネは彼なりの救い主メシア像があったのでしょう。イエス様の十二弟子たちもまた同じように旧約聖書の語るメシアイメージを持っていました。それはかつてイスラエルの王であったダビデのようにイスラエルをまとめ上げ、自分たちを支配しているローマ帝国を追い出し、神の国の支配をもたらしてくれるメシアの姿だったでしょう。ヨハネもまたこのような旧約聖書のイメージを持っていたに違いありません。しかし自分の弟子から聞こえてくるキリストの報告は、罪人と食事を共にし、病の人を癒し、敵に回してはならない宗教指導者パリサイ人から反目を買い、彼らから敵意を抱かれるほど怒らせてしまっている。ヨハネが語ってきたメシアの姿からはみ出ていたのです。彼の語ってきたメシアの姿からほど遠いキリストの姿がありました。ヨハネは揺らいだのです。自分の語ってきたおいでになるはずの方、それはあなたではないのか、本当にメシアなのか。人生をかけた信仰の対象がもし神ではなかったとしたら、私も牧師をしていますので、もしキリストが神でなかったとしたら、どれだけの絶望が自分を襲うかと思います。しかし今週の箇所が私たちに教えてくれるのは、迷って良い、揺らいで良いということです。そこにこそ健全さがあります。預言者ヨハネも揺らいだと聖書は明らかにします。私たちは人間ですから迷いますし揺らぐのです。この時大切なことは、揺らぎながらもキリストご自身に尋ねていくこと、それが信仰の中にあることです。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。大島重則です。私の担当する今週は聖書の福音書ルカ7章から学んでいます。今週の箇所には信仰が揺らいだ洗礼者ヨハネが出てきます。私は母がクリスチャンで、幼い頃から教会に通い、教会学校でもイエス様のことを聞いて育ちました。そして自分なりに見聞きしたことで、神様はおられるなぁと思ってきたのです。友達を教会に誘うこともしました。しかしやがて成長し、神など信じない友達に囲まれて、果たして聖書の神は本当の神なのかとはたと立ち止まりました。これも健全なことだと思います。この時すべきことはきちんと疑うということです。大人たちも子供たちの疑いの場所を奪ってはいけません。本気で信じようと思うからこそ疑いは生じるのです。この時ヨハネは他の誰に聞くのでもなく、イエス様に直接聞かざるを得ませんでした。どうしても本人に問うてみたいと思った。それは自分の信じているものを確認するための問いでした。
もう一度新しく受け取り直すための問いとも言えるでしょう。自分の人生を思い起こすときに、自分の人生をこれで間違っていないよと保証してくれる言葉に出会いたかったのです。そしてこの道で良いのだ、この道で良かったのだとヨハネに言うことができるのは弟子たちではありません。誰か聖書の専門家の言葉を聞いて安心できるのでもない。偉そうに言う誰かの言葉で自分の心が左右されたりはしたくない。自分の人生をかけたイエス・キリストにこそヨハネは言っていただきたかったのです。あなたをこのまま待っていてよいのですね。ヨハネにとって尋ねざるを得ない戦いがここにありました。私たちは迷いの中で誰かからまた聞きのキリストではないイエス・キリストに出会い直します。神と出会い直すということは信仰を持ってからも何度でもあるのです。この神との出会い直しこそ神への信頼を深めていく作業となります。正しく揺れることは信仰に健全さをもたらします。自分自身が勝手に作り上げてきた神イメージが打ち砕かれてこそ健全な信仰を持つことができます。今日ラジオのお聞きの皆さんもイエス・キリストを知っていく上であなたの神イメージが壊れていくこと、それは健全なことです。ぜひ御言葉に直接向き合っていただきたいと思います。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。大島重則です。私の担当する今週は聖書のルカ福音書7章から学んでいます。今週の箇所には信仰が揺らいだ洗礼者ヨハネが出てきます。洗礼者ヨハネはイエス様が救い主、救世主なのかどうかを直接確認せざるを得ない状況になっていました。そして弟子たちを介してイエス様にお聞きしたんです。あなたを待っていてよいのですね。ここでヨハネはさらに挑戦的に聞きます。それとも私たちは他の方を待つべきでしょうか。他の方、つまりヨハネはイエス・キリストよりも他の誰かのことも見えていたのかもしれません。だからこそあなたでいいという言葉をあなたから聞きたい。イエス様はそのヨハネの求めを受け入れられました。牢にいるヨハネのために二人の弟子に多くの人々を病気と苦しみと悪霊から癒し、また多くの盲人を見えるようにされているところをお見せになったのです。そして言われました。あなた方は行って自分たちの見たり聞いたりしたことをヨハネに報告しなさい。盲人が見えるようになり、足の動かない人が歩き、死人が生き返り、貧しい者に福音が述べ伝えられています。あなた方が今ここで見たことも聞いたこともヨハネ先生に伝えなさい。これらの光景はヨハネが人々に語ってきた旧約聖書イザヤ書61章の救い主の予言でした。旧約聖書の成就が今事実起こっているとヨハネに伝えるように言われたのです。ヨハネ、あなたが言ってきた通りになっているだろう。神の約束の成就が今ここで起こっているよ。その上でイエス様がおっしゃいました。誰でも私につまずかないものは幸いです。つまずく、つまずいて倒れてしまう、そのような人生の危機の中にヨハネがいたことをイエス様は知っておられました。ヨハネだけではありません。私たちもそうです。いつでも人生がつまずいてしまう危険があります。イエス様は人生につまずきそうになる者たちを心配しておられるのです。私たちはもっともっとイエス様のなさった御業に目を留めていかなければいとも簡単につまずきます。他の何かがあるのではないか、他の何かを求めそうになるのです。しかし福音書で描かれているイエス様と出会い直していくとき、他の何かではないこの方だという確信が私たちには与えられることができます。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。大島重則です。私の担当する今週は聖書の福音書ルカ7章から学んでいます。今週の箇所には信仰が揺らいでつまずいた洗礼者ヨハネが出てきます。ヨハネは
母親エリザベスとイエス様の母親マリアが親戚関係にありましたので、二人は幼馴染であったと十分考えられます。ヨハネには自分なりのイエス理解があったはずです。自分の知っている姿があったでしょう。ヨハネにはさらにメシア、救世主とは何かと聖書から思い描くメシア像もあったでしょう。そしてそこで思い描いていたこととイエスは違うという経験をしたのだと思います。当時の宗教指導者であった律法学者と平気で喧嘩をする。そこまで戦わなくていいのではないかと思う。安息日に麦の穂を摘んで食べたら、やっぱり弟子にも注意した方がいいのではないか。イエス様を裁く思いが芽生えていたのだと思います。実際イエス様は自分の持っているメシアイメージからはみ出している。私たちもまた自分好みのイエス様像を勝手に作り上げて、その通りにキリストがしてくれないとつまずくということをするのだと思います。そしてその場合、いつも悪いのはつまずいてしまった自分ではなく、つまずかせた方が悪いと思う。自分を正当化してしまうのです。もしかすると牧師であっても、理想的な教会のイメージを作り上げて信徒につまずくということもあるでしょう。信徒は信徒で、牧師とはこういうもんだと思い込み、そのリクエストに応えない牧師に私はつまずいたと大声で言ってしまう。つまずく理由は、イエス様のことを正確に聖書から求めようとしないところで生まれます。イエス様の言っている言葉通りに受け取るのではなく、自分の人生観に収まりやすいイエス様に切り替えてしまう。自分好みのイエス様像を作り上げていく。そしてイエス様につまずく。しかしここでヨハネは耐えられなくなりました。待っていてよいのですか。イエス様そのものから言葉を聞こうとしたのです。ここにヨハネの信仰がありました。揺らいだからこそ求めようとするところに、私たちもヨハネに習っていきたいと思います。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。大島重則です。私の担当する今週は聖書のルカ福音書7章から学んできました。今週の箇所には信仰が揺らいだ洗礼者ヨハネが出てきます。揺らぐことは問題ではありません。もっと問題なのは、自分は大丈夫だと自分の誤解している神イメージに支配されたまま長く長く信仰者をやっていることの方が問題です。自分の期待している神像にあぐらをかいたまま、本当にイエス様が示されている神の姿を受け取ろうとしないことの方が問題なのです。イエス様はヨハネの弟子たちに言われました。あなた方が見聞きしたことをそのまま語りなさい。そのまま歪めずに、その姿をいたずらにオーバーに語ることもせずに、きちんと語りなさいと言われるのです。イエス様の十二弟子もそうでした。イエス様が十字架にかかり復活され、聖霊が下られるまで、彼らの心は、彼らの信仰は揺れに揺れたのです。本当の十字架の意味まで弟子たちは見えていませんでした。私たちもまたそうです。まだ神様のなそうとされていることの意味まで見えないことがあります。ずっと祈っていることがあり、その祈りの実現を待っている。しかしまだ見えない。だからこそ今日私たちは祈るのです。待っていてよいのですね。他の何も待ちません。そしてあなたでいいのですねと御言葉を求めるのです。イエス様は揺らぐ日常の中であなたのつまずきやすい場所を示してくださいます。下ばかり見ていないで私を見ていなさい。だから転ぶんだよ。まっすぐ入ってきなさい。その意味では、
世界中の他の何につまずいてもいいんです。私たちが期待していて裏切られることはあるでしょう。親しい夫婦の間でもそうですし、親子関係でもそうです。互いに抱いている期待を勝手に持ちます。しかし思い描いていた自分の子供の人生から裏切られるということが起こるでしょう。夫に期待していたのに全く違うと言ってそこにつまずくのです。恋人に裏切られ、信頼していた先生に裏切られ、誤解して失望することもあるでしょう。しかしイエス・キリストにさえつまずかなければ、他の何につまずいても怖いものはありません。いかなる人間につまずこうともキリストにはつまずかない。何よりたとえ自分につまずこうとも恐れるに足りないのです。キリストにつまずかないものは幸いです。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は四国福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 770-8691 770-8691 徳島中央郵便局支所箱46番世の光です。